今回紹介するのは「危険なビヴィーナス」という本です「高天性裁判症候群」「素数」「騙しトリック」なかなか面白いミステリーであったストーリーは明かせないが脳腫瘍高天性裁判症候群「素数」がキーワードである理系的発想が小説のモチーフとなっているこれらのキーワードから小説のアイデアが生まれていった表題 危険ななーナスには騙されないい。方が良いこの表題は登場人物を指し示しているだけでなく読者を見事に欺いてもいるからだそれは読めば分かるハッピーエンドはいつもの通り日韓的でミニスカートがよく似合う魅力的な女性は作者の好みである色仕掛けなのも良いこの小説を面白くしているまあそれはともかく 今回も一気読みできる内容でした。映画やドラマにもうってつけだおすすめの一冊だ以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。